今日は、ChatGPT のコードインタープリタを使って、誰でも5分でゲームを作る方法を紹介します。AI 部のタクです。ママです。ChatGPT でゲームができるの？簡単に5分くらいあれば、プログラミングがわからない人でも、ゲームを作れるようになりますよ。作りたい、教えて。早速方法を紹介していきます。ではまず、スペースインベーダーゲームを作ってみましょう。お、楽しみ。コードインタープリターのモードを使ってください。まず、チャット GPT に p5.js を使ってスペースインベーダーゲームのコードを作ってください。マウスを操作して宇宙船を移動させて、常に砲撃しながら移動して敵を倒すゲームですと指示をすると、チャット GPT がコードを作ってくれます。ここまでだと今までのチャット GPT でもできるよね。はい、ここからがコードインタープリタが便利なところです。ファイルのアップロードができるようになったので、ゲームの素材画像をチャット GPT が利用できるようになりました。なるほど。なので、次にスペースインベーダーゲームの素材を用意します。 Google などでスペースインベーダーアセットと検索すると、たくさん無料のゲーム素材がありますので、それを使いましょう。今回はここのページの素材を使わせてもらいます。次に、先ほどのチャット GPT のページに戻って、ゲームに必要な画像素材をこれからアップロードするので、それらのアセットを使ってもう一度先ほどのファイルを作成し直してくださいとお願いします。そして先ほどダウンロードした素材をどんどんアップロードしましょう。今回はまずシンプルなゲームを作るために、背景画像と敵の画像と宇宙船の画像だけ使います。アップロードした3つの画像をもとに再度1つのファイルにして表示してと言って、再度ゲームのコードを表示してもらいます。これを実行してみましょう。どうやるの？このままだと実行できないので、 p5.js を簡単にネットから実行できるオープンプロセッシングというサービスを使います。該当欄に載っているオープンプロセッシングのページを開いて、右上の赤いボタンを押して、次にまた赤いボタンのセーブボタンを押すと、会員登録が無料でできるので登録してください。次にここからファイルを開いて、ここに先ほどチャット GPT にもアップロードした画像をこちらにもアップロードしてください。ふむふむ。そしてチャット GPT に作ってもらったコードをコピーして、もともと書いてあったコードを消した上で、ここにすべてチャット GPT が作ったコードをコピーします。あとはまた右上のセーブボタンを押して、上の真ん中のこのボタンを押せばコードを実行できます。おお、動いてる。でもまだちょっと微妙だね。そうですね、敵があまりうまく動いていないですし、ちょっと修正が必要そうですね。そういう時はまたチャット GPT の先ほどのページに戻って、修正点を伝えてみましょう。実行しましたが、敵が動かない。宇宙船の画像がうまく読み込まれていない。宇宙船がマウスで操作できないので、これらの不具合を修正してくださいとお願いすると、再度コードを作ってくれます。今度はできるといいね。できたコードを先ほどのページにまた貼り付けましょう。そしてまたボタンを押して実行すると、できた。動いてるね。はい、簡単なスペースインベーダーゲームができました。こんな感じで、もし不具合があっても修正点を伝えるだけで簡単に作れます。コードをコピペしていくだけでどんどん改善されますよ。敵の数が少ないので、あと4倍くらい敵の数を増やしてください。また時間が経つと上から敵がどんどん増えてくるようにしてくださいと、再度コードを修正してもらいましょう。こんな感じになりました。できてるね。もっとチャット GPT に修正点を伝えていけば、こだわるほど完成度は上がっていきますよ。遊びたい。小学生とかは自由研究でチャット GPT でゲーム作ってみるのも良さそう。続いてはフラッピーバードというゲームを作ってみましょう。あ、昔すごい流行ったゲームだよね。はい、フラッピーバードのゲームを p5.js でコードを書いてください。緑の土管の間を飛び続ける鳥をマウスでクリックして操作するゲームです。鳥が地面に落ちるか土管にぶつかると負けです。ゲームは負けるまで無限に続いて、進むほどポイントがもらえますとコードの指示をしました。チャット GPT がコードを作ってくれたので、今度はまたフラッピーバードに使う画像素材をダウンロードします。 Google でフラッピーバードアセットと検索して、このページに入って、ここでは無料で画像素材を提供してくれているので、スピリッツから画像がたくさんあるので、鳥の画像と土管の画像と背景画像だけダウンロードしましょう。ここまで OK。 はい、次にまたチャット GPT に戻って、
今から画像を3つ添付するので3つ添付したら、その3つの画像をフラッピーバードのコードに反映してくださいと指示をすることで、チャット GPT が3つの画像を添付するまで待ってくれます。土管、鳥、背景の3つの画像を添付すると自動的にその画像を反映したコードに書き直してくれます。ここで時々コードを省略する形で生成してくるので、コードは省略せずに全て一つのファイルに表示してくださいと指示すると完璧なバージョンを作ってくれます。このコードをコピーして、次はまた前回と同様にオープンプロセッシングのページを開いて新規スケッチを作成し、また右上の赤いセーブのボタンを押した後にログインします。そこでファイル画面を開いて、土管と鳥と背景の3つの画像をアップロードしましょう。 OK。 チャット GPT が作ってくれたコードをコピペして保存ボタンを押した後、あとは上の実行ボタンを押せば遊べます。おお、一発でちゃんとできてるね。いい感じですね。こんな感じで簡単なゲームくらいならコードインタープリタを使って5分くらいで作れちゃいます。ソフトウェアエンジニアでなくてもチャット GPT に指示するだけですし、もし不具合があってもチャット GPT に修正してもらうだけです。このフラッピーバードのゲームもいい感じですが、あと少しだけ修正してもらいましょう。画面の左上にスコアの表示ができるようにしてください。また土管にぶつかったらゲームオーバーと表示して、ゲームをリプレイできるボタンを設置してくださいと、こんな感じの修正をしてもらいましょう。これをまたオープンプロセッシングにコピペしてもう一度確かめてみましょう。できてるかな。コピペした後にセーブして再度実行ボタンを押すと、おお、スコアも表示されるね。いい感じにできました。土管にぶつかるとしっかりゲームオーバーと出ます。こんな感じでちょっとずつ修正していくことでどんどん完成度が上がっていきますよ。ここで作ったフラッピーバードのゲームは誰でも遊べるように公開します。概要欄にリンクを貼っているので、遊びたい人は遊んでみてください。お、誰でも遊べるのか、遊びたい。今までもチャット GPT を使ってゲームを作ることができたのですが、コードインタープリタを使うことで画像素材を読み込むことができ、初心者でも簡単にゲームを作れるようになりました。みんなも試してみよう。他にも以前コードインタープリタの活用方法を15個ほど紹介した動画もあるので、こちらも見てください。これも勉強になった。また AI 部のメンバーシップ向けにコードインタープリタを使ったプロンプト集も公開しています。メンバーシップは重要な AI ニュースと AI ツールのレポート記事をメールに届けるサービスです。これさえ読んでおけば AI 業界に何か起きてるか簡単にカバーできるようになります。おかげさまで100名以上の方に登録いただいて好評です。初月無料なので、まずは気軽に登録してください。ぜひ試してみてね。このチャンネルは最新 AI 情報や活用方法を紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。お願いします。今回はこれでおしまいです。ありがとうございました。